坂本映像坂本映像は日本の歌手、作詞家、作曲家。兵庫県西宮市生まれ、東京都府中市出身。日大二高卒業、日本大学分離学部社会学科中退。坂本映像、映像ジャパン名義としても活動中である。名義については2000年頃より、ソロ、ジャムプロジェクト、アニメタルなどの活動を、坂本映像、アンセムの活動を、 今まで、通り、坂本映像と表記する。70年代、80年代のヘビメタルハードロックだけでなく、昭和歌謡にもかなりの愛着を持っており、特に、郷ひろみはソロプロジェクトなどで、時折カバーするなど、深く浸水している。87年のアンセム一度目の脱退後、メガネ店販売員、トラック運転手、タクシー運転手、イメージソング歌手や、 カリ高ータカシュなどの職業と、ネリママッチョマン、インドボルクのお店などのバンド活動を並行していっていた。このため、普通2種の運転免許を所持している。東京スクールオブミュージック専門学校、ラムズプロフェッショナルエデュケーションを経て、2015年より AMG ミュージックの講師として勤務している。元、DTR の竹内光夫とは、親友で、ソロアルバムなどで、 時折共演している。松屋のヘビーユーザーであり、三色松屋でも構わないと公言する。柴田直とも、松屋全体の売り上げの2%くらいは、A31 人で賄ってるんじゃないかと冗談を言うほどである。アンセム、アニメタル、ジャムプロジェクト、映像ジャパン名義の作品については、当該ページを参照。ありがとうございます。